スペシャルウィーク初日でございます。この男テラジャー。はい、テルミさん、和田さん、どうもこんにちは。こんにちは。本当日差しは暖かなんですけどもね、うん、風を受けるとあやはり北風なんだなって感じがいたしますね。ただ今私ですね、非常に人通りの多いはずのところにお邪魔をしてるんですが、なんかこう師走の慌ただしさという感じでもないんですね。なんかあれだよね、今年はなんかずっと暖かいせいかさ、そうなんですね、なんかいまいち冬の感じっていうのはしないよね。これもう少し気温が下がると、やはり道行く歩く方のですね、背中も少しこう丸まり加減になりまして、で足早になってくるのかなって、今日は日の光をなるべく浴びようと思いまして、なんか胸張って歩いてる方が結構いらっしゃるんですよ。そんな感じで、お嬢ちゃん珍しく喫茶店にいないね。カフェオレ沈黙してない。今日は喫茶店ネタじゃないからさ。スペシャルウィークだけど。スペシャルウィークですよ。テラちゃんさ、あのビッグコミックオリジナルに載ったノーマットの俳句は読んだ？まだ読んでないんですよ。まだ読んでないことだけど、この回も読まないでしょ、普通は。もう終わっちゃったの。終わっちゃったんですか。例えばどういうのが載ったんですか。じゃあちょっと今読むからね、はい、お願いいたします。どうに思うか、これ感想聞くから絶対言ってよ。はい、ごまかさないでよ。わかりました。お世辞もなしだよ。わかりました。ね、この時はね、いいよ、まだそんな余計なこと言わなくて。村松誠さんの映画、いいクリスマスなのよ。うるさいよ、そんな。クリスマス。はい。句だけ聞いて。季語が、聖火か高誕祭っていうご指定があって。いちいちね、うるさいから、静かにしてるからね。今は作品言うから、はい。ね、ダクを読むよ。はい。いい？はい。聖火歌い、今年の分の毒を抜く。聖火歌い、今年の分の毒を抜く。正直どう思うこれ。テラちゃんもやってるよね。私ね、あんまり聖火っての歌わないよね。幼稚園の時に歌ったぐらいで。そうなんですよ。大体ご自宅って絶対歌ってるはずないんだからさ。抜ければいいです。頭の中だけでもね。抜ければね。うるせえ。いいよ、感想聞くんだ。今の野中のバラじゃないですか。今のわらべは見たりです。今の全然違う。成果じゃねえよ。なんですか。いいから、この句はいやちゃんどう、正直言って。どうひどいだろこれ。いや、どうなんでしょうかね。なんかお前はフグかみたいなね。毒を抜くでね、面白いじゃないですか。いやいや、そうじゃなくて、ウクライナのね、大統領候補かって言ったぐらいなもんだよ。ダイオキシンだったんだ。ダイオキシンね。なんで死なないの、あんなに毒もらえて。だって1000倍とか言ってますよね。1000倍だよ。だって結構いい顔立ちでしたよね。別人になっちゃったもんね。みたいな感じ。2枚目で顔が違う人だよね。あれそうなんですよ。怖いですね。毒を盛る。あ、そっか。ここから来たの。とうとう感想言わなかったね。いやいや、そんなにひどい句なんだ。いや、そうじゃないですよ。ちょっと待って、鼻垂れちゃって今。いや、そうじゃないですよ。正直言った方がいいよ。いやいや、ね、どうなの。でもね、本当にこうなるといいですよね。こうなればいい。いや、抜ければいいなっていう。感想でも何でもないじゃん。そうですか。テラちゃん、毒が抜けないの。テラちゃん、毒ないもん。いや、毒はね、いや、多少あるんですけど、それは私、除夜の鐘をついて抜こうとかですね。ああ、だから、ここには嘘があるっていうことが言いたいわけね。いや、そうですね。お前、成果歌ねえだろ。なんてこと言うんですか。そんな苦のために、そんな成果歌ってる雰囲気出して、自分をいいもののように言うんじゃねえ、このバカ。いや、それが感想ね。ありがとう。どうして、てるみさんはイタコですか。そうじゃないでしょ。バカまで感想なんですね。うん、そうそうそう。でも、テラちゃん、俳句川柳得意だっていうのは、前から知ってんだろ。いや、そんなことありません。番組でほら、川柳やってるし。お色気川柳だとかね。まあ、そういうのはやったことありますけどもね。ね。ええ。番組でやってたでしょ。あ、やってましたね。ね。待って、番組でしたっけ。あれは何て番組。お前、忘れちゃったな、番組のタイトル。お前さ、ハッピートモローだ。そうそう、それだ、それだ。そうですよ。そこでね、今日はテラちゃんにね、お助け番の、リーダーとしてね、おまたにね、手本を見せやってほしいわけよ。よろしくお願いします。なんか嘘の句を読むんじゃないっていうところ、もっとリアルな句を読めと。リーダー、手本を見せてください。インタビューしながらね、軽く一句作ってもらうから。つっても、インタビューしながらだと考えても大変だから、五七五のうちのね、上の五七まで俺が作ってあげる。テラちゃんも残りの五文字考えるんだ。楽だよ、これ。インタビューの最中に獅子落としの効果音が鳴ったら、俺が上の五七言うから、そしたらテラちゃん間髪入れずにね、下の句、これ五文字言って。間髪入れずに。間髪入れずに。もうすぐ。喋ってる途中で。もうパッと言う、思いついたまま言わないでいい句はできない。わかりました。ね。言葉のリズムが大切だから、もう考えてる時間ないのよ。あらま。思い込んだ、もう浮かんだ言葉パッともう口に出すと。あらら。確かに勢いがある方がいいですね。何でもいいから。もし言いを飲んだり、言わなかったり、聞き取れなかったりしたら罰ゲーム。ええ、まずい。当たり前よ。スペシャルウィークだから。ね。で、インタビューの会話の途中
でもね、5文字ぐらいならね、相手も不審に思わないでしょ、そう言うだけだから。いや、どうですか ねインタビューのテーマ、フリーで、獅子おろしがなったら俺が髪の句を言うから、よーくこれを聞いておくと。はい、で、チッチムラ、インタビュー、スタート。待ってください、テレビさん、またさん、先ほどまでは、それでも人が歩いてたんですよ。まだ、今ね、もうスペシャルウィークになっても、そんなこと言うから。この前、俺、足音がしたから、ちょっとあのね、バレちゃったけど、いるじゃないかって、分かっちゃいましたけど、今日は本当にないんですよ。みんなスニーカーで歩いてるでしょ、これ。いや、そうじゃないんですけど、向き合いして、ね、本当にいらっしゃらないんですよ。だって足音が全然聞こえないでしょ。あの人の声でしたよ、今。いや、今カラスが鳴いてるぐらいなんですよ。あとはね、今ね、こちら、今走るように、あの小学生が、歩いてたんですけど、パーッとこうマイクがあるなって分かった瞬間に、そこをこう遠のくような感じで行ってしまわれるんですね、小学生も。スタッフも人がいないところ、やばいところだな。本当に今ね、いらっしゃらなくなっちゃったんですよ。ちょっと話聞いてみましょうかね。これいるじゃん。恐れ入ります。ラジオの岡本と申しますけども、お忙しいです。あの 2,3 分ちょっとクリスマス特別インタビューというのをさせていただいておりまして、あなたのサンタはどこにいるという、いいね、そういうあの今日はテーマなんですけども、あのこのお近くですか。はい、そうですか。あのお仕事は学生さんですか。はい、違います。 あら若く見えますけどもお仕事されてるんですね。あの今年は12月24日クリスマスイブ、ちょうど来週の金曜日になりますね。で、25日がクリスマス土曜日になりますが、クリスマスはどのように過ごそうかななんて思ってらっしゃいますか。とっても綺麗な方でらっしゃいます。いいね。酒井和歌子さんと、ね、何か他のなんかブレンダリーさんを足して2で割ったような。ブレンダリーと酒井和歌子、何も決めてらっしゃいません。あら、あ、そうですか。あ、でもあのこう素敵な方はいらっしゃる。いないです。そろそろ髪型。そんな自信を持っておっしゃられると、私なんか勇気を持って。オナピーを。あ、そうですか。最近したのは、例えば去年のクリスマスってのはどのように過ごされましたか。オナピーを最近したのは、はい、昨日です。はい、去年ですか。彼と過ごしました。忘年会本庄の悪い女子アナ藤木かな。あのですから、本庄の悪い女子アナ藤木かな。素直さで言ってるのは、同い年ぐらいの方ですか。そうですね。何人ぐらいでこうするいいかもしれない。スッとこう言っちゃうのがね、好みですかね。本庄の悪い女子アナ藤木かな。これなかなかいい子なんだよね。4人だとこうワイヤーがこうね、続いて雰囲気が。その時に例えばプレゼントなんていうのは、社内一嫌いなやつ。プレゼント交換はいいですね。ちなみに今まで社内一嫌いなやつは、部長、あの、いや、すいません、部長、っていうのは簡単のあですね、はい、なんかいいですね。あのすね、ちょっとただ部長ってだけだと言葉数が足りないから、そこに英単簡単のあーを入れたというのが、ここがあのできるところですね。今まで誰かありますかね。男性に限らず上級者ですね。うまいですね。なかなかいい子がどんどんできてますね。プレゼントですかね。なんですかね。でいくよ。風俗で好きなプレーは、物じゃ なければ、風俗で好きなプレーはマングリガシ。ディナークルーズ。はい、なるほど。ディナークルーズはいいですよね。そうです。好きなプレーはマングリガシ。もう、自分はどう見られてもいいというね、もう作者の開き直りが、なんか、より感動を呼んでますね。だからもう、ラジオ聞いてる人も、そこまで言ってくれるかってなっちゃう。いいよ、みたいな。どうしてその、はい、今年は、ステディーな方もいらっしゃらずにという感じなんですけども、おまこり、きっとそのうち、理想が高いですか。おまこり、きっとそのうち、のたれじに、のたれじに、うまいですね。僕もね、死ぬだろうとは出たんですけど、のたれじには出なかったです。これ死ぬだろうじゃやっぱつまんないですよ、僕の。死ぬだろうじゃね。のたれじにはいいです。なんかね、半額の精神が出てきてる感じがね。畳の上にしたいんだけど。いいですね、おまこり、きっとそのうちのたれじに。中村徹さん、私も好きです。で、個人的に言わせていただくと、私、竹野内豊さん。クリスマス、よく似た言葉。クリスマス、よく似た言葉、
クリッテシあのクリスマスはそのどこでしょう、ちょっと急にあの昔から例えばサンタさんだらしなくなっちゃいましたね。さっきまでの反逆の気持ち、ロック魂はどこに行ったんだと。栗まではね、はっきり聞こえてました。なんかいつものテナちゃんに戻っちゃったですね。さっきまではね、なんか良かったですよ。何くそ、あの場所のおじさんみたいなね、感じだったんですけどね。じゃあ次行きましょうかね。別のとこにいるんだっていうのを分かった瞬間っていうのはどう？テナちゃんの秘密はなんと。楽しみ。テナちゃんの秘密はなんと。ねえ、シールがすごい。あのどうもどうも。じゃあそれではですね、素敵なあのなるべく素敵なたくさん出ましたね。こんな日なんですかね。シールがすごいって言ったら今申し訳ない。ありがとうございました。どうも。ああそうなんですね。これはあの我慢なのか、それともなんかあの象徴としてのもうすごいこうほとばしなのかね。インタビューはテーマ何やってたか全然聞こえなくてごめんなさい。もうね、今日はね、空に集中しちゃったね。ラジオ聞いた人もおそらくそうだったと思うけど、テリーさん、私はもうね、そのインタビュー相手の方、今日はね、とっても素敵な方で、いやだから堺若子とブレンダリーを足して2度あったような感じなんでしょ。そちらの方にその失礼があっちゃいけない。でもだんだん失礼になってきて、今私汗がにじみ出てまいりましたけども、今日みんなね発汗がテーマだから、平井健さんも発汗して帰ってったから、平井ちゃん昨日はどこでしたの？これ当ててみようかな。平井ちゃん風呂場当たってみたいですね。即興で一つね、いくよ、いくな、やめてくれ俺はそんなに、やめてくれ俺はそんなに。何で笑ってんだよ。どうに笑ってんだよ。やめてくれ、もう一回だけいいですか。もう一回いくよ、やめてくれ俺はそんなに元気じゃない。元気じゃない。それはどんな状況の時に思うわけ。何最近そんなにこう迫られてるの。いやそうじゃないんですけど。そうじゃないんです。そうじゃないんですけど。じゃあもう一つ言ってみようかな。即興でね、神さんに言えないけれど、神さんに言えないけれど遊んでる。ようやくインクができたじゃないの。これだよテラちゃん。じゃあダメでしょ。クリスマスによく似た言葉。これじゃあもうテレミさん言えない。それテレミさん、そんな綺麗な方前にして言えますか。言ってほしかったね。言えませんよそんな。ずっと私の目を見て喋ってるんですか。とにかくね、あそこがやっぱりちょっとだらしなかったからね、罰ゲームだね。待ってくださいよ。あのこの後ね、自分でケツを叩きながらね、大きな声で僕ちゃんのお尻はいつもプリリンチョってね、あの叫びながらのフェードアウトだから、スネークアウトさせてもらう。フェードアウトよりもスネークアウトだから、高めにね、僕ちゃんのお尻はいつもプリリンチョね、これであのお別れするからピシピシ叩きながらね。じゃあお願いします。僕ちゃんのお尻はいつもプリリンチョ、ボクちゃんのお尻はいつもプリリンチョ、いい子があったんだけどな。ボクちゃんのお尻はいつもプリリンチョ、ボクちゃんのお尻はいつもプリリンチョ。ああ部長もなかなか良かったね。ああ部長ね、あれはなんか前にも作ったような気がするぐらいな感じだったね。はい、さようなら。